お世話になっております、マサルです。今回はドス攻撃について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずドス攻撃とは何か概要をお話しします。その後ドス攻撃の種類として DDoS 攻撃、DR ドス攻撃、EDoS 攻撃について順番にお話ししていきます。それでは始めていきましょう。ドス攻撃とはサーバーに過剰な負荷をかけることでサービス提供を妨害する攻撃です。過剰な負荷をかけようとする悪意を持ったアクセスと通常のアクセスは区別がしづらく対応は困難とされています。ドス攻撃の場合、基本的には1台のパソコンでターゲットに大量のアクセスやデータを送り負荷をかけます。現在は同一 IP アドレスからの不自然な大量の要求はファイアウォールによって遮断したりすることもできるので、攻撃者はこれから紹介するような工夫を凝らしたドス攻撃を行うようになっています。 DDoS 攻撃は分散型のドス攻撃です。攻撃者はボットネットなどの踏み台を利用して複数の端末からターゲットに対して要求を送りつけることでサービスを妨害します。ドス攻撃のような1台の端末からの攻撃とは違い、DDoS 攻撃は様々な IP アドレスから大量のアクセスや要求が届くので対応や予測が難しいという特徴があります。 DR ドス攻撃は DDoS 攻撃の応用です。攻撃者はターゲットの IP アドレスになりすまし、要求や応答の通信が大きくなるプロトコルを使って公開サーバーに要求を行います。公開サーバーは要求に対する応答をターゲットに送ります。ターゲットには身に覚えがない大量の応答の通信が届くことになります。 DRDoS 攻撃は DDoS 攻撃と違って踏み台となるコンピューターを用意しなくても攻撃ができるというのが特徴です。そして利用するプロトコルとして、要求のパケットは小さく応答のパケットが大きくなるようなプロトコルを使うというのも一つの特徴です。 EDoS 攻撃はターゲットが重量課金制のリソースを利用している場合に不必要な要求を過剰に送りつけることで金銭的な負担をかける攻撃です。金銭的な負担が高くなると運用コストが増大するためターゲットの運営を妨害することができます。以上、今回はドス攻撃とドス攻撃の種類について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はドス攻撃の種類として DDoS 攻撃を一緒に勉強しました。DDoS 攻撃は Google 社が提供している可視化ツール、デジタルアタックマップを見てみるとイメージが湧くと思います。デジタルアタックマップは Google が運営しているサイバー攻撃可視化ツールです。カーソルを合わせると、どこからどこにどれくらいの期間、どれくらいの通信量の DDoS 攻撃が発生したのかを知ることができます。あとは再生ボタンを押すと、全世界でどのような攻撃がされていたのか、場所と時期を直感的にチェックすることもできます。ちなみに日本も何かしらの動きがあるようです。カーソルを合わせてみると、ソースがジャパン、ディスティネーションがイタリアになっています。つまり日本が攻撃を仕掛けているということですね。ちょっとけしからんですね。その他デジタルアタックマップは様々な利用方法があります。ラージの設定だと大規模な攻撃しか表示されないのですが、アンユージュアルを選択していただくと、稀に発生するような攻撃も確認できたりします。なお、動画作成時は最新データが2021年5月16日になっていました。少し時間が経った過去のデータしか見れないようですが、いろいろ触ってみるのは面白いと思います。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。